どんちゃりゅうっす。はい、ということで今回なんですけど、大変ねお待たせいたしましたというか、最近ねお問い合わせを多くいただいてたアイテムがようやくね再入荷という形でリストックになりましたので、紹介したいと思います。はい、ということで今回リストックされたのがこちらのアイテムです。まあね、もう言わずもがなんというか見た瞬間分かった方多いかなと思うんですけど、サリバンの20年秋冬の、フロッキーデニムです。はい、こういう感じで、まあ、ね、実はもう僕履いてるんですけど、はい、こんな感じでこれがね今回、再入荷したので、まあ前もね一回紹介はしているんですけど、今回はね軽く紹介してサイズ感もお伝えできればなと思います。はい、ということで、まあこのデニムの一番の特徴としては生地ですね。生地感というかが、まあ、黒地の、デニムにレーヨンの糸でフロッキーの加工を施しているので、まずね起毛感があります。触っててね気持ちいいですね。はい、っていうのと、まあ、それが一つ目の加工と、もう一つはこの辺のね色の濃淡を見ていただくと、分かるかなと思うんですけど、フロッキー加工した上でユーズド加工も、しているというね、結構手間のかかった、一品になってます。なので全体的にね結構まあこの辺りとか、あとはここですね、さっきお見せした膝裏とかが特にね色の濃淡が分かりやすいのではないかなと思うんですけど、まあユーズド感が全体的に出てるのが分かるかなと思います。で、シルエット的にはまあサリバンの定番のというか、サリバンらしい細身の、まあ、若干テーマがかかってるかな、細身のまあストレートの、デニムといったような、シルエットかなと思います。はい、こういう感じで、いやいいな、やっぱいいですね。まあ僕も履いてるんですけど、やっぱ物見てもかっこいいですね。はい、こういう感じで、で一応ねここはボタンフライになってます。はい、こういう感じで、であとは、ここにねブランドのタグがレザーパッチで、ついていますと。はい、まあこんな感じです。で、先にねお値段とサイズ展開なんですけど、今回、サイズ展開が44と46の2サイズ展開で、お値段が3万8000円です。はい、そんな感じでもうね僕履いてるんで、早速着用した感じはこんな感じです。僕で、44を履いています。はい、どうでしょうか。はいはいはい、でちょっと言い忘れたんですけど、まあフロッキー加工もうしてあるっていうのもあって、光沢感がねあるのがね分かるかな、ちょっとどうでしょうか。あ、こういう感じで分かるかな、ちょっとなかなか面白い光沢感というか、強すぎないというか程よい光沢感があるかなと思います。で、生地の触り心地というか、まあ表地はねフロッキー加工されてるんでちょっと起毛感があって気持ちいいんですけど、裏地は普通のデニムと同じコットンの感じなんで、履いててね特になんかあんまりフロッキーだからといってっていうのはないんですけど、若干ね、まあ、普通のデニムに比べてフロッキー加工してる分、生地がちょっと分厚めってほどでもないんですけど、ちょっと厚めかなぐらいの印象です。なのでまあね、より冬とかに活躍するかなと思います。はい、まあ、夏もね頑張れば履けないことはないと思うんですけど、普通のデニムよりかはあったかめかなと思います。はい、履いた感じはねこういう感じなんですけど、はい、やっぱいいな、いいっすね、めっちゃかっこいい。はい、これからね僕もどんどん履いていきたいと思うんですけど、まあ紫なんですけど、色はでもね色があんまりこうビビッとすぎないというか、まあさっきも言った通り元が黒のデニムに紫のフロッキー加工をしてるので、なんかねあんまりこうビビッとすぎないんで、ところどころ黒も垣間見えるしっていう、まあそのバランス感がね非常にいいかなと思います。より履きやすいというか、デイリーに落とし込みやすい、かつ、エッジが効いてるみたいな全体的にバランス感がいいかなと思いますし、まあ個人的にはね、なんか夏とかは上バンティとか着たりとか、あとはまあノースリーブとかでもいいかもしれないし、これからはね、まあ今みたいにニット1枚とかでなんかシンプルめに、決めてもよりね際立つ、かなと思います。はい、いいな、やっぱだし、まあ上にねロングコートとか着てもこう足元でちょっと垣間見えるこの紫がセクシーかなと、思います。はい、こんな感じで、はい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 、やっぱねシルエットめっちゃ綺麗ですね。どうだろう、ま、何回もね僕言ってるんですけど、サリバーはねやっぱ僕的には個人的にはねパンツが結構シルエットがドツボというか、やっぱ履いてねうおってなるような程よいんですよねなのでぜひね履いていただきたいんですけど、はい、まあこんな感じですね、いいな、やっぱ、はい、まあね狙ってる方も
多いかなと思いますので、ぜひね、気になった方はお早めにチェックしていただけたらなと思います。はい、そんな感じで概要欄にアイテムページに飛べる URL を貼っておきますので、ぜひねチェックしていただけたらなと思います。お急ぎくださいっていう感じで、はい、まあ今回はこんな感じでした。また